スタンドが、ちょっと高さ調整できない感じで壊れちゃったんで、新しいスネアスタンドをAmazon で買いました。で今開けますね。テープを、透明テープをハサミちょっと開いて本もね、1冊買ったんだよね。これはちょっと待ってね、本一緒に買った本はちょっと消しますか。お、箱自体小さいじゃんね。まあ、Amazon にありがちな箱に入ってるけど、さらになんか大きな箱に入ってるっていうね。ここがまあいいような悪いような、お、タマのステージマスターっていうやつ、ね、あんま高くないんですよ。高くないのはちょっと恥ずかしいな。もう本当はね、しっかりしたやつを買いたい気持ちもあるんですけども、その持ち運びがね大変なんですよ。持ち運びが大変なのは嫌だなぁ。それでタマのステージマスタースネアスタンド HS40S に決めました。まあ値段も手頃だし、軽そうだね。あの持ち運びが楽かな。楽ですね。さらになんか、お、紙に包まれてる。これ箱の横こんな感じですね。フル紙に包まれてます。まあ多分折りたたまれた状態で車で出てるのかなと思います。お、いいね。やっぱり新品はいいね。新品はいいですね。これがそしてとりあえず説明書かな。英語で書かれております。まあ多分裏面が日本語かな、わかんない。待ってよ、これ反対側が英語、反対側は日本語です。 Thank you for purchasing ですが、まあ感覚的にくるんでいきます。これ足の部分ですね。いいね、やっぱりね、新品って。よくあのスタンド類はヤフオクとかで中古買ったりしてたんですけど、まあこの間ちょっと演奏の仕事があって少しお金が入ったので、まあ買うことに決めました。まあこんな感じです。すぐ組めましたね。まあ、至って普通の、まあ、ややね、骨細っていうか、しっかりした作りではないけど、まあ、必要なところはちゃんとあるって感じ。軽い。運びやすいです。リーズナブルプライスで、運びやすい。自分の、考えてたのに合ってますね。はい、今日はですね、タマの、ここもさ、あの角度、スネアの角度を変えるところもちゃんと、
好きなポイントで変えられるやつですね。高さ調整でしょ。これが足の開きね。なんかね、このネジ、このネジを緩めてから緩めて回せるらしいよ。あ、ここか。ここを緩めるとね、スネアがそのままの状態で回せるらしいんで、まあ自分は多分あんま使わないかなと思いますけど、うん。あとこのね、スネアが直接触れるとこあるでしょ。ここがフローティングの状態なんですよっていうので紹介されてました。あ、本当だ、浮いてる。ここはね、浮いてるわ。ちょっと、そしてこの直角に上がってるとこがね、なんかちゃんと金属してますね。ただしここは浮いてますね。その分なんか楽器が鳴るよってことだよね。楽器の響きを妨げないような作りになっております。はい、今日はですね、タマの、スネアスタンドステージマスター、型番でいうと HS40S を、買ったので、ちょっとアンボックス開封した動画を作りました。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。